カザフスタンのアルマティに出張に来ております。任務先に行く途中で、これは充電の電気機関車、EH10 とか EH500 とか、まあそういったね、機関車を連想させます。これは30連ですね、貨物を引っ張っています。列車と並走する素晴らしい道路を通って、これから用務地に向かうというところです。貨物列車長いですね。やっぱり長い貨物列車はとても魅力的。それと30連の緑の共産チックな電気機関車もなかなかいいですね。交流電化、外資を見れば皆さんお分かりになるかと思います。川を渡ってまだ続きます。長い貨物列車まだ続きます。信号で車が止まりかけております。もうそろそろ終わりでしょうか。道路の陸橋の下を通過して、これで終わり。そうしましたら、先ほどの旅客列車が来たと思ったところで、カメラで見ていませんでした。はい、旅客列車が来ました。冷房付きですね。やっぱり、内陸部は夏暑かったりしますからね。やっぱり冷房は必需品ということです。で、もうしばらく行くと、このなんかバス停のね、モザイク模様というか装飾がいいですね。充電の青い電気機関車が見えてまいりました。このままいつまでも状態がついてほしいなぁなどと思ってしまいました。私は何に来たのでしょう。仕事をしに来たのですがね、やはりそう思ってしまいます。やはり交流電化ですから、屋根上の外資類が賑やかでとてもいいですね。お、またモザイク模様でしょうか。バス停が、素晴らしいタイル張りのバス停がありました。それで用務先ではなんと、現役の郵便車、石炭ストーブでしょうかね。煙が出ております。連結器はバッファープラス自燃でしょうか。これまた珍しい形の自燃ですね。郵便車の、車内は作業スペースとなっておりまして、寝台がついておりまして、作業をされている方がいらっしゃいました。それからここは荷物を積み込んだりしているところです。割ときれいにね、積み重ねていますね。お、小松のフォークリフト登場。それからちょっとハゲていますが、カザフスタンポスト、カズポスト。それから、はい、なんと郵便車の中に入れていただきました。役得と申しましょうか。感謝でございます。ここを9時方向に振って見てみますと、簡易なその、調理スペース、それから寝台があります。それでもう一つ寝台がありますが、人がいらっしゃいましたので、ちょっと撮影は遠慮させていただきました。それで再び、積み込みの風景、ね、屋根上といったところでございました。ありがとうございました。ごきげんよう。